こんにちは。今日はですね、お客さんで手がむくみすぎて指輪が外せないっていう人、手全体がパンパンすぎて指輪が抜けないぐらいもうむくんじゃってますみたいな。だからもうね、結構多いよね、そういう人。結構多いですね。いるよね。はい。だから今日はこの手のこのパンパンをね、シャキンシャキンにしようかな。僕手むくまないんですよ。シャキンシャキンですね。シャキンシャキンでしょ。一人いるんですよ、もうなんか手がクリームパンみたいですよね。クリームパンみたいな手してるやつがいるんで、ちょっと今日はそいつの手を使ってやっていこうかなと思いますので、曽我さん来てください。はい。写してこの手なんか関節見えないですね。もう色がさ、やばくない？そうなんですよ、パンパンで。これすごいよね。指輪抜けんのこれ。いや、もう取れないですよ、ほらこれ取りたいよね。いや、取りたいですね。こっち側だけちょっと取ろうよ。じゃ左手だけ。左手だけで、これさ、手むくみ取るさ、やつとかさ、結構いろいろいろんな人が出してるみたいな。俺が思うのはやっぱりピアニストは指がしっきり、あれだからもうずっとこうやってこう使ってるから、指の運動ができてるから、しなやかな指になってきてるっていうのがまず一つと、あとここの腕に心筋死体っていうブレスレット状のね、筋膜みたいなのが、これがめちゃくちゃ固まってくると、こうやって掴まれてるような感じになるわけ。手をこうやってこういう状態、こうなると手の血液とリンパが流れづらくなって、どん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 むくんできちゃう。だからここの心筋死体っていうここのね、筋膜を緩めて指を動かして、で軽くこうやってリンパを流せば、あの手のむくみは取れてるんで。確かに、なんかいつも手首がなんか締め付けられてる感あるんですか？あるっしょ。あります。これをだから取ればバッチリなんで、じゃあ早速やりましょう。じゃあまず真似して、はい、指、手を前に出して、で指をこうやって、そう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 、もう親指から小指までこうやって動かす。これ1分間やって、数え始めます。はい。多分ね、腕きつい。ちょっと、え、すでについそうなんですけど、じゃあつらない程度にやって。これやっぱ固まってるからですか？うん、左手の親指全く動いてないですもん。総視神経っていう、こう腕からね、指を動かすこの筋肉があるんだけど、総視神経を今動かしてて、やっぱなんつうの、動き悪いもんね。うん、めっちゃやばいめっちゃやばい、めっちゃやばい。これがしんどいってやばいね。俺も全然多分これやってられるよ。全然違いますよね今。うん、親指全く動いてないもん。なんでそんなさ、あれなの、もっとこうさ、なんかこんな、こうやって動かせない？これ結構全力でしてる。ということは、これもう腕パンパンの人はこれできない。やば。あれですかね、ゴシアとかもしてるからさ。そういうことよ。同じだよ、条件は。OK、1分経ちました。OK。そしたら、はい、ここの、さっき言った、心筋死体っていうここのね、筋膜があるから、こうこう、本当に腕をこうやって掴んで、こうやって回す感じ。そうそうそう、こういう感じ。あ、はいはい。あんまりもう本当、表層の筋膜だから、全然もう軽くでいい、本当に。硬そうだもんね。全然なんか動いてる感じしないし。分かった、じゃあ分かった、こういこう。これあれじゃないですか、五島さん、手首の内側、足につけた方がいいんですか？そうそう、こうやって内側に。今から1分数えますね。半時計回りがいい。これやっぱあれですかね、月指とかをしょっちゅうしてたから関係あるんですかね。ああ、そうだね、あのね、月指とかするとね、どんどん強くなっていっちゃうからね。これをね、1分間ぐらいしっかりね、緩めて。あ、でもなんか柔らかくなってきた、だいぶ手首。はい。ほら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 、こうなった時に血液がめっちゃめっちゃ流れる。なんか動きがもう全然違いますね。あ、ほんと？はい。もう金子の汗しか気にならないんだけど。そう、汗拭きたいのにちょっと拭けないから今。カメラをさ、撮るだけで汗かいて、演者が汗かかないって、どんなさ。もうだからさっきから汗が気になって目に入ってくるから画面もちょっと見づらいっていう。どう、この今演者とカメラマンで一番汗かいてるのカメラマン。そんだけ一生懸命撮ってるんですよ。別にして。1分経った。経ちました。はい。
いいね結構柔らかくなりましたね。いいね、はい、したらさ、ハンドクリームある人はハンドクリームで、ここにさ、指ってほら筋肉あるじゃん、はい、だからさ、ハンドクリームでさ流しながらさ、こうやって1本ずつさ、まず親指からいこうぜ、はい、ここがこうグッと押してって、こうやって指先までこうやって掴んじゃう、こう最後親指をこうやって、いや相当痛いですね。これ痛いの？いやめちゃくちゃ痛いです。どこが？ここが。一指30秒ぐらいやりたい。一指30秒、うん、じゃあまず親指から。早めの方がいいですかね。早めの方がいい。基本的にね、あれなんだよね、なんで早い方がいいかっていうと、筋肉に何回アプローチするか。例えば30秒でこのぐらいゆっくりやってればさ、今2回しかアプローチできないじゃん、はい、これで同じやればさ、もう4回もアプローチできる。倍できます、ね、そうだからアプローチ数がね、俺は結構重要だと思ってね、筋肉の時すごいじゃん、赤くなってきてる。ああそんなこれ力入れてないんで、ちなみに次の指いきましょう、はい、今度ここまた人差し指、ここを親指でグッと押して掴む。でこの時ね、こっちもこことここを親指でグッと押してって、最後こうやって掴む、挟んで最後掴むって感じですね。そう、これも30秒。手の甲が痛いですね。詰まってる。手の甲の方にやっぱりリンパが多いって言いますもんね。そう。これはね、基本的にこっちの方が、ね、痛い。あ、手のひら側、うん、あれなんだと思う。あ、今別によくわかんない。OK、30秒。これもうあれだから、次今度同じ原理で。こうか。で、2本掴めない。もう1本掴めないじゃん。はい。2本掴んじゃおうぜ。同じように、こことここを挟んで、もう、1本掴むのは難しいよ。ちょっとそうですよね。じゃあ2本いっちゃう。テレビ見ながら、もっと軽くこうやって、できると。確かに、これ、ながらでできますね。うん。もうただなんて手なんてほんと疲れないぐらい、マジで僕は多分痛くてテレビで集中できない。マジで、はい、これ痛いの？いやめちゃくちゃ痛いですよ今。やばいね体熱いっしょ。めっちゃ熱いですよ。わかる、体熱い。それはさ、あなたはさマジで、はい、30秒 OK。 そしたら今度はあのこっち行きたいんだけど、難しいから反転させて、ここをこう、ここね、こう挟んで、こうやってに。めっちゃブチブチしてますね。マジ？ブチブチ言うんだ、これ。めっちゃブチブチしてますね。確かにブチブチ言うんだ。でも、剛さんと五島さん、同じことやってんのに、五島さんの手だけ赤くなってきてますもんね。めっちゃ赤いよね、うん、そんだけだから、もうあれだろうね。こういうのってことですよね。これ手冷えてる人とかもいい。うん、いいと思う。指先めっちゃ冷えます。あ、そう、はい、あのこの年で未だに下焼けてきますね。マジで、はい、はい、30秒経ちました。最後小指をこうやって、はい、小指も要領同じですね。そう、小指はでもあのもう外面をこうして、そう。めっちゃぐちぐち言う。やばいね。基本的にもう手にあれなんだろうね、老廃物が溜まりすぎてるから、この老廃物量が多いところは必ずむくむんで、水分をこうねポワンと取り入れてポワンと補充するようになっちゃう。手が振りますね。ねえ、どんどんあれなんじゃない、手が。いや、だいぶすっきりしたと思いますよ。ああ、なんか指が細くなった気がする。抜けちゃう、はい、おう、もう普通に抜けた、すんなり抜けた。しかもいつも指を取るとむくみの後すごいくっきり残るんですけど、今ないですね。ほら、全然ないよ。うん、全然ない。ほら、もうこれじゃすんなりいけんじゃん。はい、よっ、
めっちゃすっきりしてるね。これ結構効果あると思うんだよ。いやこれすごいですね。ヘナむくみにめっちゃ取れた。だから今やったのは3ステップです。こっちも後でやってあげな。はい、今日はこれで以上です。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。